あなたは、あ、お正月が、一番京都競馬で稼ぎ時、というのをご存知ですかどうも、えー、かちゃんと申します。えー、僕は、えー、自分の意見を一人に発信し、その人の物事の考え方を加えたり、あるいは、新たに増やしたりといったことを通じて、その人の現状を良くできる人ってかっこいいなと思い、えー、そうなりたく、化験術の発信活動をさせてもらってます。 おかげさまで、1月10日現在、1年と10ヶ月、1200人が目からうろごといてくださって、バケン日の発信活動を続けてられています。よろしくお待ちかねします。で、今回はですね、京都競馬が今が一番稼ぎ時な理由ということでお話をします、えー。今回の内容を理解していないとあなたは、周りがバケンを当てて、よしよしと、ガッツポーズでハイタッチをして喜んでいる人がいる中で、 あなたは、えー、ゴール後モニターに映るゴールシーンと、あの手元にある、えー、自分の外れ馬券を、えー、にらめっこしながら、当たって喜んでいるといいなと、たらたら、羨やみ、悔しい思いをして、モニターを見ることになってしまいます。えー、レース後、一日が終わって、夜家に帰ってもう一度レース結果を見るも、やっぱり、えー、結果が変わることはなく、あの、うま買っとけばなとか、 最後にあの馬来たのが間違いだったとか、えー、そんな風に後悔するも、えー、現実は変わらず、もしも、ま、負けだと、えー、負のオーラを出してまた月曜日を迎え、えー、来月も負け組というレッテルを自分に貼ったまま、えー、過ごしてしまうことになります。でも今回の内容を理解していればあなたは、ありが馬券を外して、いやこの馬どこまで行っても買えねえよと、そんな風に言う中でも、この,この馬普通に帰るやんと、心の中で思って、 払い戻し、申し込ますことができます。そして払い戻しが発表された後は、周りで、うわー、何万ついたー、と、そんな風に言う中でもあなたは、よしよしと、ぬんぬん気分で、馬券を払い戻し機会に入れることができます。え、一日が終わって、競馬場を去るとき、ウィンズを去るとき、場外馬券売り場を去るとき、 あの馬かっときゃなとか、あの騎士がへ,へ,へぐってはりかんのやと、そんな風にただただ、愚痴を言う人を横目に、え今日夜ご飯どうしようかなと、そんな風にあなたはルンルン気分で帰ることができます。え月曜日には仲間に、仲間が、あ金ねえなという時にもあなたは、仲間に対して、あ、俺ちょっと馬券に勝ったから贅沢してきたわと、うちゃ贅沢してきたんだなと、そんな風に言うことができます。えそうなることで、 マジかってか、馬券で稼ぐってすげえなって。この風に褒められることができます。では、そうなるために知っておくべきこととは何なのかというと、正月競馬が今が稼ぎ時であるという事実です。はい。ではなぜかというと、この開催というのは、毎年、今年もなんですが、2019年の、えー、お正月もそうですが、だって馬場の内側が、芝コースの内側が、ちょいちに有利になります。 なので、これをした上でどう活かしたらいいかというと、予想ステップを2つ踏んでください。2つ。はい。1つ目は、まず京都競馬芝、内回りコースのレースからまず予想する。内回りコースですね。内回りです。コースのレースから予想する。そして、ステップ2。その中でも内回りコースのフルーマですね。いわゆる4歳以上のみで争われるレースだけを、東武レースに置く。これをしてみてください。 なてかというと、京都競馬内回りというのは、特に先行馬が有利なコースであり、ペースも落ち着きやすく、前残りが顕著です。たださえそういうコースなのに、お正月開催で芝が有利とあれば、内側が有利とあれば、さらに、え芝コースの最後の直線コースで内側を取ったのが有利になります。では、今すぐ、京都競馬内回りの、4歳以上のみで遊われるレースを勝負レースに置きましょう。ここに、え決め打ちしましょう。それでは今回は以上です。ありがとうございました。 なお、えー、最後まで聞いてくださったあなただけに、えー、ワンポイント。一だけ、最後お知らせです。えぇ、ー、戦略人が目からうろこと言ってくださって、えー、1年と10ヶ月、えぇ、ー、されてきた馬鹿日の全貌。ここでは話していません。なぜかというと、えー、もう動画は5分になりますが、えー、とても長くなってしまうため、あなたが聞くのが大変だと思ったからです。なので、えー、馬鹿日の全貌はですね、下記動画説明欄のブログリンクに書て明かしてます。え動画を聞いてくださって今、 一番なのは情報を受け取ろうっていう意欲が高まっているタイミングで、一番情報が頭に入りやすいタイミングなんで、ぜひ今すぐ下記のブログ、リンクの方をクリックしてください。それではお待ちします。今回は聞いてくださり本当にありがとうございました。失礼します。